お疲れ様です。明けましておめでとうございます。我が家の子たちも新年、ね、無事迎えることができました。で、テオちゃんなんですけど、大晦日の日に実はね、ちょっとご飯を与えていて、っていうのもね、このあたりの足の後ろ足周りのお肉がちょっとね、筋肉っていうかな、お肉落ちくぼんできてて、わかるかな、この辺とかこの辺とかでだいぶ引っ込んできてるんですよね。これ上から見たらすごいね、わかりやすいんですけど、わかる、大晦日昨日ね、ご飯食べてこの辺まで入ってるね。あ、ごめん。この辺が胃袋で、この辺はあれだよね、もう内臓っていうか腸っていうか、そう、排泄口とかそういう機能があるところだと思うんですけど、だいぶ細いんですよね。この辺すごいシュッとしてて、ここはまあ食べたものが入ってる、非常にね、後ろ足回りがだいぶスリムになってきて、ちょっとスリム通り越して結構へこんできちゃったかなっていうのもあって、まあ、春を待たずにね、一回ホッパーのうずらを与えることにしたんですよね。ちょっと春まで持たねえかなと思って、まあ与えてみました。この辺ちょっと観察しながらね、ちゃんと管理していこうかなと思います。春まで続けてたらもうちょっとね、細くなっちゃうと思うんで、後ろ足の筋肉も、ね、全然パツパツになってないんで、ね、たるんでるっていうか、もっとね、肥満の子だとね、このシワがないんですよね、後ろ足自体もパツパツになってたりするんで、全然ね、まだまだ痩せてる体型なんですけど、痩せすぎると今度ちょっとね、良くないんで、ね、テオちゃんね、おみそかの日にご飯食べました。だいたい2ヶ月ぐらいだね。2ヶ月ご飯抜いて、だいぶね、本人もおとなしく過ごしてくれてたんで、非常にね、飼い主としては助かってます。眠たいね、今ね。満腹だからね、昨日すごい、必死に食べてたからね。2ヶ月ぶりのご飯だから、だいぶ、食いつき良かったんですよね。まあ自分のとこにはね、飛びついてこなかったんで、ちゃんとね、飼い主とご飯の区別がついてる、いい子になってます。あったかいね、朝からずっとバスキングしてる。お腹ポンポコだね。ではね、今年は辰年ということで、まあね、爬虫類界隈がだいぶにぎわってますね。まあこの子たちもね、見た目ドラゴンみたいな感じなんで、非常に縁起が良さそうですね。まあね、我が家にもね、ちっちゃいドラゴンみたいなのがたくさんいるんで、今年はね、いい年になってくれると嬉しいですね。ということで、まあね、新年の挨拶こんなもんですね。あとテオちゃんの、まあ、現状の報告というか、まあね、そういうのも兼ねて動画にしてみました。最近ちょっと動画の投稿頻度がね、減ってきて、まあリアルがちょっとね、忙しかったんで、動画の編集なかなかできなかったんで、まあね、年末年始はさすがにね、仕事とかお休みなんで動画撮ってみました。でね、今年もこの子たちのね、成長記録投稿していくんで、よろしくお願いします。それじゃあ。
バイバイ。てちゃんバイバイ。